ソウル号ハイジャック事件は、1958年2月16日に大韓航空の前身である、大韓国民航空車の旅客機が、朝鮮民主主義人民共和国の工作員によって、ハイジャックされた事件。大韓民国史上初のハイジャック事件である。同景気の d c 3百9 5 8年2月16日、不山初ソウル行きの大韓国民航空。 総労号は乗客30名、乗務員3名、アメリカ軍の軍事顧問団員1名を乗せて午前11時30分に離陸した。しかし、平沢上空に差し掛かったところで工作員が同期をハイジャックし、軍事境界線を越えて北朝鮮の平安南道にある寸安空港に強制着陸させた。北朝鮮当局は報道機関を通じて大韓国民航空が 岐阜越北したと発表した。しかし、その一方で、韓国警察は、同月20日、北朝鮮工作員である、金沢吉良3名が犯人であると発表し、25日には、木、徳永など3名を、事件の法助と、背後捜査の権威で逮捕した。韓国政府は、2月22日に、国会で、北朝鮮の蛮行を求断する決議を行い、国連軍に、 参加16カ国に対し協力を求めるメッセージを送った。それを受け2月24日に国連軍の軍事停戦委員会で主席代表が乗客と乗務員、機体の早急な送還を北朝鮮に要求し、1958年3月6日、客室乗務員、入事1名、実行犯と思われる7名を除く乗客と乗務員が韓国へ帰還したが、北朝鮮は 総労法を返還しなかったため、大韓国民航空は運営上の大きな打撃を受け、赤字の解消に頭を悩ませることとなった。その後、既得ながら三人は裁判にかけられたが、既得ながは、スパイ罪以外の罪状で懲役七年の刑を言い渡され、他の二名は無罪として釈放された。この事件の背景には、当時、中国の習恩来首相の北朝鮮訪問を控えた。 北朝鮮側が、カナ航空機の自発的な集団亡命を自作自演することで、共産主義体制の優位性を示す狙いがあったことが判明した。しかし、総労法の乗員として、アメリカ人運航乗務員2名と乗客として、ドイツ人軍事顧問1名が含まれていたため、欧米諸国を含む国際問題へと発展したのであった。ありがとうございます。